これでいいか。そう、シャンリー召使いの時ですからね、だいぶ早いっすよ。さすがになんか記憶に新しい。そう、この画面キャラ開けないんだよ。お、こ、いいな、並びやん。あ、銃撃か。俺、ショーの銃撃好きやねんな、これ。ショーの銃撃も切り上げタイプやねんな。エミリエと一緒で。エミリー逆か。消えろ。この、なんやろ、この切り上げの。切り上げ大好き。ショーの銃撃好きって言ったら、あ、ここでようやくプネウマね。ショーの銃撃好きって人はもういると思う。共感してくれると思う。ライデン将軍も切り上げやったかな。切り上げやったけど、なんやろうな。ショーの銃撃でしか得られない栄養素があると思う。この なんてこの爪みたいに。これセリフもいいから逃がさんです。あやばい、こいつだけになっちゃった。こいつ絶対銃撃倒さんとあかんねん。よし、プレウマ発動。こファルさんのこれ銃撃しといて、ちょっと離れた場所でやっといて。行くぞ。あやばい、くだらない。オッケー。召使いリネの能力転校盛り能力転校盛りっていうか、その能力の一つ一つがすごい。確かにバスケットボール、現実では考えられないというか、そもそもそのバスケットボールのその何やろ、範疇を超えてると言っても過言じゃないな。ほら、これが水だ。よし、来た。またしても無礼者が来た。おっと、失礼さんや。いやー、マジでおしゃれやな、この人。おいても早く失勢召喚に来てほしいな。もう一人の人、失勢召喚に来たぞ。消えろ。未来見てても、そんななんか能力同士でバトルしたら、だからみんなじゃないけど、なんやろ、そういう能力が使えるからこそ展開が読めないみたいな。で、これどうなんのみたいな。文面見るだけでもなんか結果がどうなるか分かんないですもん。そのバスケットボールの竜殺しとかじゃないからな。サポートよりじゃないけど、まあいいや。行こう、このメンツで行こう。竜殺する後で復活させよう。始めよう。てかまたカウン連れてこれんかった、これ。始め、うん、出るの。リオセスリってどうやって使うのこれ。へっ、避けてそうそう、これがやりたかった。これ理想ね。いや、やっぱおもろいな。よし。やっぱ人のリオセスリで楽しむなって話じゃないけど、クソ楽しむ。え、マジで面白いな。え、強しかも。いや、まあ人の、今、持ち武器ってのもあるけど、いや、もうマジでこの星ガン無視するか、もう禁断の手。もう多分ね、これ、フリーな使えばいけると思う。もう禁断、もう禁じて使うか、もうね、もう禁じて使います。いけ、サロンメンバー、もう水耐性ごとやってしまおう。サロンメンバーが勝手にやってくるわ、これ。星が取りたい、そんな時はフリーな。あー、でもそれテンションどうしようかな、これ。でも黒で殴ればいいんじゃないかな。なんかこれなら火ダメもプラスやテンションの糧となる。まあもう結局こうなっちゃうよね。絶対もう縛りプレイとか向いてないやろうな、多分。まさか縛りプレイに向いていない。俺は縛りプレイができないというのか。まあもうね、性能に頼ってきたツケが回ってきたわ。
いやでも本当にリネットの元素スキル優秀やな。まあでもやっぱ水のバリアが剥がせないのは依然変わらない。コールシール耐性ないのもつらい。あのシールの文字がこれやっぱクリアできたわ。1分20秒さすがだまあこうなるよな。やっぱこれ神格と合わせたいな。神格イエランこれでしょ。もうこもう強メンツが強いもん。これでいいんじゃない。よっしゃキノコ。まあキノコいっぱいいんやったらちょっと風で集めたい。じゃあ集めたいけどまあいいでしょこれで。いくぞ。後ろ姿がかっこいいもんな。この時点でかっこいいわ。この背中はかっこいい。始めるもん。このズシャーっと音好きやろ。このあこの赤くなっててここであこのうわーこれが氷砕け起きてる。えやっぱ砕けんにゃ氷。今氷砕け起きたけどこれ溶接戦の効果や。銃撃に氷砕きの効果あるんだ。やっぱパンチやから粉砕するっていう意味が込められてんのこれ。マジか。よし行くぞ。このよし赤くなった。おっしゃやっぱりえこれいいな。この銃撃で氷砕き入んのいいな。いや分かってらっしゃる。そうねパンチやからこのパンチやからやっぱ粉砕できるよな。やっぱいいキャラしてるな。しかもこのフレンドのキャラってもいいな。でダッシュを挟んでも切れないんだけどダッシュしすぎてうわこただちょっと氷砕き怖いな。急に動き出すから相手後悔するぞ。まあスタミナ切られた時は移動でいらんなんてインチキなんだ。終わりだ。あなんかスター挑戦40体か出た。自爆ほらこれがなマジで最高なんだよな。爽快感の塊やな。いいな上にいる敵にも当たるの強いな。ただこのイエラン絶限イエランやからなちょっと熟知が終わってるのかな。もったいない。おっしゃい5万7000これちで最後打ちてこれいけーダメだったか。いやしかも何気にメダル元素爆発にウーシアがついてるっていうねアルケウムの。いや最高やったなこれ。これですぐ2番にキャン2番完璧。雷の音でもうなんか物理的に頭が痛くなりそうや。その低気圧うんぬんの前にちょっと殴りまくって。このキャンディスの水付着力ね。よし復活した。ちょでも真面目にすごい音が鳴るな。でもちょっと待って、俺適当に選びすぎやん。ちょっと待って、マジで相性悪い。この。いや、これ、幻想しちゃったら醍醐味ではあるけど、ちょっと待って。最高に相性悪い。横にサイコロあるけど。まあ、一応、これダメバフ入んのか。ダメバフ入るけど。いやー、幻想しちゃったしてるなぁ。俺、何やってんだろ。俺、何も考えずに、カーンウイエランとかしてるけど。おのおのが強いからなんとかなるでしょう。だってもうこれしてるだけでしょ。これ貴重なカーンの通常攻撃が見れるから幻想しちゃった方がいいでしょこれ。まあエウラーで殴って体力減らしてんでそこからの先のバリア剥がしはこうかこれでいいかな。よしこれでいい。あじゃあ R も見向けだよ。あいきなりまあアビスやんな。交代するたんびに、これね、交代するたんびに水元素付着かえる。これどう？ああ、半分も。いや、すげえな。バリア剥がしなら任せてくれた。あ、でもやばい。エフラーの攻撃が水、あ、よかった、溶けた。よっしゃ、もうコッパみじんにして。きた。この配置なんや、螺旋と一緒の。よっしゃ、全部受け切って。あっちにぶっ倒れろ。
ソウル、あ、あ、そうか、水、そうだ、キャンディスの元素爆発使ってるから、まあまあまあ関係ないわ。灼熱の天に来て、で、こうや来た、燃え盛る聖言。これ先生の時、ちょっと待って、ちょっと元素爆発カスタだけ、オッケー、ある、燃え盛る聖言。なんかボイスハキハキしてない？なんて言ってるかわからんから声大きくしてくださいっていう、なんかあれ入ったのかな。あのね、燃え盛る聖言も正直どういう意味なんかさっぱりわからんけど。マジでもめっちゃ燃え盛る聖言連呼する人になっちゃった。これどうなる、シールド剥がし、あ、やばい、あと5秒や、余裕ぶっこいてたら失敗するとこやった。いや、やっぱこの特にキャンディスね、キャンディスのほら言うたら全員のボイス気になんねんけど。まあ、それもどうやろう。いや、もうこうパーティーの相性っていうか、もう聞きたいセリフになっちゃってるけど。いや、まあでも、まあ氷元素共鳴も入るし、カウンか、ここエウル、まあエウルはもう氷元素共鳴でいけばいけるけど、物理耐性もあることやし、まあ、いや、モノで行こう。さあ来い、じゃあ思いやりバブルで落とせるかちょっと試してみたいな。ちょっと待って、思いやりバブル、おお、当たる、思いやりバブル当たるんだ、ちょっとしたテクニック。すげえ、さすがフリーナだ、深刻な身にバフってるよ。マジで完結して、え、終わってまた、なんかアチーブメントも取れ、確かにシグインフリーナ楽でしたね、本当に。なんか勝手に終わるとは、まさにもう本当に勝手に終わりましたね。さて、どうなることやら。あ、エウルは19万、あれか、元素爆発か、はいはいはい、まあ、だ、あ、まあエウルはもう、ってか、まあ、この演出がいいんやけどね、映えるな。でもやっぱフリーナはなんかひときわなんか目立って、なんか、うん、あぶるけど、え、デュオなに、俺そんなダメージ、そんな火ダメした、もうこの火ダメ申し訳ない、前期のディシアはしゃあないと思ったけど、ディシアはカバウがあるから。あ、これ要請するの、でもちゃうな、1回目のやつか、サポートキャスターもそう、利用するって、まあこの待ち合い、まあ待ち、まあエミリエも含めて、まああと3日か4日があるから、ここか、あれ、終わった、ああでも時間増えちゃったな、まあでもそれよりもあれや、待ち合い室にだ、フリーナいるし、椅子に座ってる。え、アーロイは？アーロイ、アーロイいいひんか、やっぱ無理か。さすがに無理か、アーロイは。